さあプロボクサー対アマチュアボクサーの戦い、平岡アンディ対するが急遽参戦の秋山優太選手です。ただいまより本日の第4試合レジェンドマッチ3分3ラウンドを行います。青コーナー、自衛隊体育学校、インターハイ優勝1回、高校選抜大会優勝1回、国民体育大会優勝3回、2015年台北市カップ60キログラム級金メダル並びに大会最優秀選手賞、秋山優太。成松大輔の欠場を受け急遽参戦、 SOS を受けての登場、秋山優太です。赤コーナー、大橋ボクシングジム、16戦16勝11KO 無敗、元日本スーパーライト級ユース王者、IBF 世界スーパーライト級12位、平岡アンディ。近い将来間違いなく舞台は世界になります。平岡アンディです。レフリー渡嘉敷克夫。さあレフリーは渡嘉敷さんが務めます。さあ平岡アンディ対急遽秋山優太選手がその相手に名乗りを上げました。竹原さん、はい、楽しみにしてらっしゃいますね。楽しみですね、はい、もうアンディはね、もう世界チャンピオン間違いなしぐらいの実力ありますからね。あ、そうですか、はい、さあまもなく戦いが始まります。3分3ラウンド制になります。ヘッドギアをつけているのがアマチュア秋山優太選手です。対するが平岡アンディ選手、対戦が急遽変わったという見方もできます。さあこちらが秋山選手、やはり入場のシーンはさすがに緊張した表情がありました。さあ第1ラウンドが始まります。互いに右足前のサウスポーになります。前のガードを低く構えているのが平岡アンディです。田中選手、はい、ではこれまず急遽参戦となった気持ちどうなんですかね。ちょっと入場の時の顔緊張してましたよね、秋山選手。確かにそうでした。お互い今距離が長いのでちょっと距離の勝負になりそうかなと思います。そうですか。お互いにサウスポーです。前のジャブをお互い出してきます。左ストレート、綺麗なストレートです。平岡アンディ右のフック引っ掛けるようにします。呼び込むかボディ。さあ武田さん、改めてどういうところを楽しみに見ていきますか。そうですね、やっぱりこういったね、あのパンチを繰り出す前の駆け引きとか、その打ち終わった後のそのですか、避けながらの攻撃とか、そういうところですね。畠山さん、この平岡アンディ選手のスタイルというのはどうですか。うん、まあ出走を、ね、感じさせるボクシングですし、まあ、ただやっぱりアマチュア選手で戦い方がちょっとプロと違う戦い方なんでね、ちょっと戸惑ってる感じがありますね。やっぱハンドスピードが速いじゃないですか、アマチュアの選手というのは。プロみたいに踏み込んでしっかり打つ選手じゃないと思うんで、この選手は。しかしアンディはガード低いですね。それまた俺のこと言ってますか。やっぱね、最終的にはガードが高い選手が有利になりますからね、長丁場になれば、はい、っていうと選手にも聞こえてるんで、選手のガード高くなったりするんですよ。いや、相変わらず前の手はこう低くペイントをかけながら、まだ少し遠い距離か、ジャブを振り返るようにポンポンと飛ばしていきます。構えてとくから大事にこう、大事に相手の秋山選手もいい選手、ね、スピードがあって上下アマチュアらしい。3つ、竹山さん、始まったらもう堂々としてますね。そうですよね、はい、これあれです、あの自衛隊体育学校の選手ってね、常に練習してるんで、いつ試合が決まってもね、できる体制ですからね。まあ、2015年の台北市カップでは60キロ級で金メダルで大会最優秀選手、ちなみにこの大会大阪商大時代の京口博人選手も出場して、その時決勝で京口選手は敗れて銀メダルでした。また欠場した成松選手とは2018年の全日本選手権、この時はライトウェルターですかね、決勝で対戦しているようです。これ田中選手、やっぱり両者の個性というのは見えますか。はい、両選手の個性というのは見えますか。そうですね、平岡選手、このアマチュアの選手にはない頭の動き、低い頭を低くしたりとかやってるんで、そういうのはやっぱりアマチュア選手おっと大丈夫でしょうか。レフリーが主役になってしまいました。主役は選手です。あ、俺もう見たことない景色が見れました。ボディストレート、平岡アンディ選手
が独特です。さあ第1ラウンドが終了となりました。竹原さん、改めてどうでしたか。はい、そうですね、まあ、お互いに決定打はないですけどね、やっぱり、まあ、見どころはいっぱいありましたよね。はい、さあでは1ラウンドのリプレイも振り返りながらです。畠山さん、どうでしょう。そうですね、もうちょっとレフリーがちょっと下手なんで、クリンチ気味になった時ブレイクさせなきゃダメですよね。くっついてる時間が長すぎるんで。あ、レフリーいたんだ、見えなかった。レフリーがちょっと下手ですね。レフリーがちっちゃくて見えなかった。痛い放題の放送席になっています。思わず平岡D選手の苦笑いでした。さあ田中選手、1ラウンドを踏まえてやっぱりお互いに情報が入るわけですよね。そうですね、でもまだお互いどっちのペースとも言えないんで、なんか見てる限りでは前の手右手の、どっちが当てていくかっていうのが大切になるかなと。まさかこのシーンがリプレイで流れるとは。リプレイのシーン間違えてますよね。トカちゃんすぐ目立とうとするから自分だけ。さあ第2ラウンドが始まりました。リング先にスッと中央を取ったのが平岡アンディです。プロは16戦16勝11の KO 勝ちです。お互い指します。ボディストレート、ボディジャブを放っていきます。ワンツー左、アンディがちょっと出てきましたね。ああ、そうですか、うん、積極的に右のフック引っ掛けていきます。僕はね、昔よく自衛隊学校の選手としょっちゅうスパーリングやったんですけど、ガードが体の前にあって本当にやりにくい選手が多いんですよね。ですよ、できます。もうガードを全く下げたままです。ビビチが左投げました。1つ潜り込んで後ろにぐるっと回ります。下に散らして、平岡アンディ選手はアメリカの大手プロプロターとの契約を果たし、もう世界を見据える選手です。一方アマチュアボクシング界のレジェンド成松選手の欠場を受け緊急参戦です。そのお話のあった自衛隊体育学校の後輩に当たります秋山選手です。パー左につなげます。左思いっきり振ってきました。逆にこうコンパクトに振ってくるのが秋山。誘います。クリッカーのジャブを放ちます。今度はステップを、柔らかいステップを切ります。ガードを下げています。まだ平岡アンディ選手は体が柔らかいですね。こういろんな方向に動かして的を絞りにくいと思います。これ田中選手、当然アマチュアで戦う相手はこのタイプはいないですよね。はい、やりにくいと思います。ショータッパー左のフックにつなげました。秋山ボディです。またうまく入れ替わる形になります。アッパーワンツーです。これ刺せません。低い構えの前の手でポンポンと振ってきます。左右のフック、バックステップかと思えばすぐ出てきます。しかし当たらない。柔らかい上半身です。一瞬背中を向けながら、そこだよ、打たんか、打つの小さく首の位置入れ替わります。肩で押し返すようにしながらポジションを常に動き続けています。平岡アンディ、前のガードは下がってます。打ってくるところになって左につなげました。ここそうです。打ち終わった後すぐにまた首を動かします。ここで第2ラウンド終了です。さあ田中選手どうでしたか。ちょっとこう平岡選手のちょっとジャブとかノリに乗った動きがあって、ちょっとあのいいペースで運んでましたね。でも秋山選手の右ジャブとかも当たってて、まだ3ラウンド目面白くなると思います。あ、そうですか。これリプレイのシーンです。これ竹原さん、改めて解説してください、はい、この平岡アンディ選手の独特な動きですよね。そうですね、もう本当にリズム感が良くて体が柔らかいですよね。だからまあノーガードでいても結構ねこの状態でかわしますもんね。まあ、こうナチュラルボーンにこう身体能力自体も高い、ね、そうですね、あと瞬発力もありますからね。はい、まあ、高校時代には陸上の中距離で国体にも出場経験があるというのが平岡アンディ選手です。さあ、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 さ
さあいよいよ最終ラウンドです。大きな拍手をお送りください。ラウンド3ファイナルラウンド。相手に攻めさせてです。しなやかな動きを見せるのが平岡アンディ、大橋ジム所属です。近い前肩を当てながら下がったかと思えばいきなり飛び込んできて左2つです。そこ打てる、小さくアンディよ、フラッフラッフラッ打てる打てる、押し込んでいきます。畠山さんどうでしょうか。まあ、レフリングが下手ですよね。レフリングが下手なんですよ。もっと早く行かないと。確実に聞こえてますね。アッパー入る、アッパー入る、そう、オッケー、出す出す出す、構えてどっから、よしよしよし、パンチをまとめてきます。まとめてきましたね。ちょっと差がついてきたかな。最後左につなげました。柔らかい上半身です。脱力と出発して一気にパンチを畳みかけてきます。入れ替わった秋山です。上下上下ボディ打てる、打たなきゃ、オーケー、あーこれ左強いボディ一つ入れました秋山。ナイスボディですね。秋山選手いいボディ入れてますよね。頭が動くんでボディにちょっとパンチ集め出しましたね。ハフタイハフタイ、右を頭入れてきました。打てる、腹打てる、つなげろつなげろ、3つ頭から左につなげますが構わず前に出てきます秋山。右のボディもコントを出してきた。左ダブって右ダブって、アンディがやっぱり接近戦で強いパンチを当たり始めてますね。右右右右、慌てるな慌てるな、残して、これもしなやかな動きから右のフックにつなげていきます。飛び込んで左もう一つ、残り試合時間が2分、打てる、最後最後、さあ最終ラウンドも残り1分を切りました。そこ回転早くボディ1回ではない、1回じゃない、後で押し合いながら、さあまたパンチをまとめてきた左、秋山上返せ、3つ3つ3つ、今度は押し込んでいくのが平岡アンディです。ボディここも集めてきます。左につなげた最後、重心落として残り重心30秒、アメリパンチを集めます。最後最後最後、上下呼び込むようにしていきなり飛び込んでくる、ここはガード固めながら出てきました。アッパー2つ出してくる秋山、左ストレート、もう一つ、お、いやしかし返してきます。アッパーボディアッパーから右のフックにつなげますが全く下がりません平岡アンディ。さあ残り時間が少ない、最終ラウンド見えています。最後入れました、ここで試合終了です。今抱擁します2人です。田中選手どうでしたかこの戦いは。やっぱり3分3ラウンドっていうのはそこで力を出し切るっていうのは見てて面白いですし、今回はスピードもあって最後は思いっきりパワーパンチをまとめてて面白かったですね。こう展開試合の流れがありましたね。ありましたね。竹原さん、はい、この一戦本当に楽しみにしてらっしゃいましたが、はい、どうですかね。いや良かったと思います。本当に3ラウンドの中でやっぱり場面自分のどうですか、いいところを見せようと思って攻撃するとか攻撃して避けるとか避けて見せ場を作ってましたよね。竹山さん、この短い中でもそうなんですね。やっぱり3ラウンドの中でも。そうですね、2ラウンドあたりからやっぱりアンディが自分の持ち味を出してですね、いいボクシングしましたね。2ラウンド以降は畠山さん、でもこれ急遽ですけど秋山選手がよくこう手を挙げてくれましたね。そうですね、やっぱ竹原さんが言ったようにアマチュアの体格自衛隊学校はやっぱり普段から練習やってますからね、はい、いつでも試合スタンバイできるんですよね。俺は出ないけどってツイートしてたのに今ここにいるわけですからね。本人が今一番びっくりしてます。数日前成松選手が、ツイートした、それに応えてリツイートした秋山選手が、成松さんバカ強えな、木曜緊張するな、まあ俺出えへんけどって実は答えていたんですが、まさか出場することになるとは。さあではまず急遽出場してくれました、秋山選手
どんな気持ちで臨んだんでしょうか、リングに。自分朝練習してその後に言われたんでめちゃくちゃきつかったですけどこんな経験できてすごいありがたい。朝言われたの？市民会館とかより全然人が入るんですごいもう何言っていいか分かんないし改めてここは国立代々木競技場第一体育館です。参加させていただきありがとうございました。どうぞ勇気ある出場秋山選手、マウスピースまだつけたままでしたね。大きな拍手お願いします。さあそして平岡アンディ選手、まあ、急遽対戦相手決まりましたがどうでしたか。変わりましたが。そうですね、成間選手と、ね、聞いてたんで、まあ、びっくりでしたけど、こうやって秋山選手、ね、急遽入ってくれて本当に嬉しかったですし、はい、ありがとうございます。竹原さん、ぜひ声をかけてあげてくださいアンディ選手に。アンディ、なんか見るたびになんか上手くなって強くなってるね。竹原さん、ありがとうございますただ、ガードが低いよ、ガードがちょっと、リング上がる前からなんかガード低いよって言われててあの他の選手に、うん、ちょっと緊張しました。でも、でも本当にバネはいいね、本当体で受けるリズムはすごいね。ありがとうございます。頑張ってね、世界チャンピオン目指して。ありがとうございます。台本通り東川敷さんが転んでくれたんで緊張も和らぎました台本通りだったんかいさあ平岡アンディ選手、3月11日には戦い控えていますね。控えてます、はい。教えてください、意気込みも含めて。3月11日、まあ本当はね、WBOタイトルとかやりたかったんですけど、アジアタイトルやりたかったんですけど、まあね、みんな逃げちゃうんで、はい、できなくて。ただまあノンタイトルではありますが、メインでやらせていただくんで、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。両選手に大きな拍手をお送りください。